はいどうも、白コリです。コンコリー。バンハウスレーン、続きを遊んでいきます。はい、前回ね、停電した時の画質がかなり暗くなっちゃってたので、明るくしました。これでみんなにはよく見えてるんじゃないでしょうか。停電しちゃったので、地下の、ヒューズ、直しに行きましょう。だいたいヒューズ、見つけなきゃいけないイメージが、お Time for bed. 寝る時間? Night, night, my dear. おやすみ。Good night, George. おやすみなさい、ジョージ。Oh, 言い忘れておったが、サンドイッチありがとう。I really、とても美味しかった。あ、よかった、気に入っていただけて。どういたしまして。ジョイスはあんな風に作ってくれんかった。いつもオートミールやパスタ、マーマレードトースト。彼女は言うことを聞いてくれんかった。冬までいてくれるならクリスマスにオレンジでも買ってあげよう。オレンジ、ありがとうございます。こんな暗い中大丈夫？まあ大丈夫そうですね。特に動じてないってことは停電は起こるのかな。懐中電灯オン、これでいこう。なんかすごいスーツケースがぎっちり詰まってる。ここ何が入ってるんでしょうね。ボイラーも止まっちゃってる。動いてない。これだね。調べる。ヒューズボックス、ロックされてる。何か道具が必要。道具が必要。なんか持ってこなきゃいけないの？ここは相変わらず開かないですね。ヒューズボックスを開けるための工具。工具が地下にどうこうとか言ってなかったっけ？ああ、外。外に置いてるって言ってた気がする。こっちじゃなくて、そういえばこっちって言ったっけ？何があるんだろう？あ、これ裏庭か。こんなところに椅子が椅子やタイヤが置いてあるけど、お、なんだ？ん？小さな墓穴を掘ったみたい。中のハムスターの死骸が腐敗し始めている。あー、死んじゃったんだ。あ、でも何もしないんだ埋めてあげようよ。ここは鍵がかかってる。これ代わりに埋めてあげるってできないもんね。そっか、庭とかに埋めるのあんまり良くないって言いますよね。確かね、こっちの羊がいた場所、ここら辺に工具箱があるんじゃないかな。ん？ん？え？ネズミがなんでこんな貼り付けに。ネズミを調べる。ブロイ、どこかの変質者がネズミを切り裂いてる。なんで？なんで？スクリュードライバーを抜く。すごく硬い。これじゃ抜けない。これをした人はとても力が強い。なんで？蜘蛛の巣だらけ。大嫌い。その気持ちよくわかる。あ、工具箱だ。調べる。金属の道具箱、きっと中に使えるものがあるはず。ペンチ、カッター、道具箱。ペンチ、カッター、はい、閉じる。開けるのはペンチかな。でもこのドライバーとか抜けないのか。いや、とりあえずペンチとカッターを手に地下室に戻りましょう。地下室に戻ってきました。ここでペンチを使う、役に立たない。カッターを使う、切りたくない。開ける。道具、ペンチ。役に立たないの？あー、ドライバーか。ドライバーの元に戻って、
ペンチでドライバーを抜くんじゃない？ここでペンチを使ってドライバーを抜くアイテム入手しました。ドライバーをきれいに洗わないと。洗いたいの？それ洗いたいか。それは流しシンクでできるはずだから、ここでスクリュードライバー洗う。洗ってる音聞こえる。これでよし。OK だね。綺麗になった。はい、今度こそここでドライバーを使って開けられるはず。開いた、調べる。フューズボックス、スイッチを入れる。お、特にパズルとかはなく、あ、猫ちゃん。あらあら。また会ったわね。首輪についてる鍵が気になる。ねえ、気になる。何の鍵？借りてもいい？あ、え？あ、どんどん言うてる。猫ちゃん逃げちゃった。心細い。けど、気になるね。奇妙な音がする。ボイラーの赤い目が点滅し始めましたね。猫ちゃんを探す流れなのかな。あ、猫。猫。あ、2階に行こうとしてますね。Do we really want to play hide and seek? Come on, Kitty. Where are you? どこ？There you are. あ、見つけた。何か言いたいこと。お腹が空いてる。この古いカゴがどうかしたの？ハムスターが入ってたよね。ハムスターのカゴを取る。テーブルを調べる。有効期限切れの薬の瓶、ジュエリーやメイク用品がテーブルに置いてある。カゴを置いて。お、死んじゃってる。中でハムスターが死んでる。ピンクの首輪からするとメスだったみたい。ハムスターを手に取る。できれば死んだハムスターをポケットに入れたくない。え？なんか別の袋とかがいるってこと？猫ちゃん、何か言いたいことがあるの？お腹が空いてる？食べ物を持ってこようか？特に何も言いませんね。ツナ缶ならあったな。ハムスターの死体。あった。いや、やんないと思うけど。何か探してこないといけませんね。とりあえず、猫が食べるかもしれないから、ツナ缶を持ってきましょうか。他に何か使えそうな、あ、いや、ワインの瓶には入らないな。冷蔵庫。ツナ缶。閉める。今できることは、地下室のドアを調べるだけですね。ツナ缶の中身を猫ちゃんにあげて、で、その空いた缶詰にネズミの死体を入れればいいのでは？明暗。ネズミ結構でかそうな気がするけど。It's all right, Kitty. 大丈夫よ、猫ちゃん。トゥーナー。レッドヘリングツナ缶は最低品質ブランドの一つ。ジョージにこんなの食べさせたくない。興味ないみたい。お腹が空いてない。そうか。お腹空いてない。ペンチ。役に立たない。
ドライバーやめた方がいい。パッタ切りたくない。わがままだな。死んだハムスター、死んだハムスターをポケットに入れたくない。やっぱ何かいるってことだよね。ちょっといろいろ調べていきましょうか。ジョージはここで寝てるから入ったら悪いじゃん。ここにはパソコンしかないもんね。あ、これは綺麗な紅茶缶を取ったんですけど、中身がないんですって。これに入れられるんじゃない？ネズミの、ハムスターの死骸。この紅茶缶を取って、あ、いけましたね。私、何やってるんだろう。お、猫ちゃんが隣の部屋に。今度はどこに行くの？あー、さっきの穴埋めてあげたいってことかな。え、あれって猫ちゃんがやったの？あー、最初あそこにあったのって青い首輪だったからオスだったのかな。オスメス？猫ちゃーん、ここか。猫に話しかける。この子たちと友達だったの？だからここに連れてきた？耳をピクピク。ここには青い首輪の一体だけなので、この子を、安らかに。恋人同士で同じ墓で永遠の眠りを。私もこうだったらよかった。きっと私と一緒に棺桶にいるのは私の体を食べる虫だけ。それと蜘蛛。大嫌いな蜘蛛。まだ心の準備が全然できてない。こんなはずじゃなかった。死にたくない。でもあなたはただの猫。何もわからない。あなたは猫だから話せる。猫はこういったことをよく知ってる。I'm telling you this because you're a cat. And cats know about these things. きっとわかってるよ。猫を撫でる、鍵を取る。一旦撫でようか。ね。いなり鍵取ったら失礼じゃんね。鍵を取ろう。失礼して。Thank you, darling. ありがとう、猫ちゃん。これでちょっと自分の心も安らかになったというか、そういう感じがありますね。じゃあ、これはね、きっと地下室のあの扉の鍵なんじゃないかな。開いてないのってあそこぐらいですからね。一旦セーブして向かいましょうか。はい、地下室やってきました。ここで、猫の鍵、苦労したけど、やっと手に入れた。この特別な鍵で、どこか特別な扉を開けることができそう。ここに違いない。よし。とても暗い。これつけようか。うわ、赤い。ずいぶん赤い。調べる。向こうから足音が聞こえる？うお、開く。え、なんか、いる？なんか、いる？閉めるわ。閉めとこう。入れるわけじゃなかったね。ここは？向こう側でかすかに風が吹いているのが聞こえる。え、誰かというか何かが
何かがいる。何かがおるな。閉めとこう。怖？向こうから足音が聞こえる。また何かや、お やばそうなのがおる。閉めとこう。こっちには襲ってこないんですね。向こうから病院の送知音がわずかに聞こえる。うわー、脳みそ。いろんな点滴、輸血、脳みそ。さよなら。俺は上に骸骨がある。煙の匂いがする。ドアの向こうで何かが燃えている。おお、燃えてるね。だんだん木の根っこが濃くなってきた。このドアからは何も聞こえない。血に濡れた袋が入ってるな。調べる。女性の古い死体が木の根に絡まっている。金属棒が彼女のお腹に突き刺さっている。髪がついている。これは一体。髪を取る。手に入れたのは破れた紙切れ。読む。バーンハウスレーンの道しるべ。1、青空の下でつぶやけ。私は死を恐れている。なぜならまだ自分の人生を生きていないからだ。バーンハウスレーンへの道しるべ。これが何か。ヒント。ドアの向こう側で水が跳ねる音がする。水が跳ねるというか、なんというか。緩い板がある。この裏に何があるんだろうか。隙間が小さすぎて指が入らない。ペンチ。紙切れがあるって。これか。2、頭上からお前を見下ろしている爬虫類に尋ねよう。これで終わり？うむ。コンセントを刺す。埃まみれ、電線がいっぱいある。少なくとも雲はいないみたい。雲がいないのはいい。調べる。変な音がする。何かの声なのかな。調べる。ボタンのような。さっきコンセント差し込んだから。おや、さっきあの絵あったっけ。あったような気がする。なんかお化け屋敷みたいですね。すごい気味悪いって思ってたけど。あ、ここだ、ここだ。紙切れを取る。これで、3、太陽の祭壇の下で、神々に唱えよ。私のすべてをあなたに捧げます。なんか、5つの試練とか言ってたから、この紙を集めると、5枚になるのかな？わからんけど。あれ、これ開けたっけ？ドアが熱くなっている。熱そう。燃え盛っている。この奥はひたすら暗いですね。なんか音する。向こうから足音。あれ？ループしてない？言う。てんてんてん。あ、私は死を恐れている。
なぜならまだ自分の人生を生きていないからだ。あー、これでいいのかな。I'm only afraid of dying because I haven't lived yet. おい、今のでよかったの？青空の下、青空の下、間違えたってことかな。これで終わり。私のすべてをあなたに捧げます。青空の下元だって。これ青空かな。言う、私は死を恐れている。あ、これ爬虫類だ。間違えた。これ爬虫類だ。上に爬虫類描かれてる。青空、爬虫類、太陽の祭壇。まず青空を探さなきゃ。あ、ここだ。青空開ける。言います、私は死を恐れている。なぜならまだ自分の人生を生きていないからだ。 OK、 これで爬虫類のもとで言う、これで終わり。うむ。で、太陽の祭壇で私のすべてを捧げます。太陽の祭壇とは、あ、これだね、きっと。開ける。私のすべてをあなたに捧げます。お、道は開かれたみたいな。おお、農家の家の下にこんなものを作っていたなんて信じられない。ひたすらに怪しい。はしごまである。ずいぶん広い空間じゃない。何なんだろう。あ、大丈夫か。大丈夫じゃなさそう。なんか赤いし、汚い。何なのよ、もう。タバコ吸いたいわ、そろそろ。あ、上がれそうな。調べる。マンホールみたいな穴から光が差し込んでいる。うん、ここは上がれそうにないので、地上へ上がろうか。ん、普通の地上っぽい。え、全然見知らぬ場所に来たんじゃない。あ、バーンハウスレーンだって。ここがバーンハウスレーン。入れそうではないですね。車があって、あそこ電気ついてる？鍵がかかってる。全部鍵。ひどい匂い。ゴミが長い間放置されたまま。鍵。ジェントル。ドアを開ける。ロック。レディース。ここもロック。トイレにも行けない。バーンハウスレーン。有刺鉄線と鎖が張り巡らされている。
チェリーブロッサム。わかりついてるけど。調べる。よくある脂っこいインド料理のテイクアウト店。あ、入れる。うわー、すごいハエがめっちゃ飛んでる。人がいる。こんにちは。Hello? すみません。Yes, yes. はいはい、いらっしゃい。急いでるとこ悪いんだが、もうちょっと待ってくれ。この最後のやつが出来上がったらすぐに行くから。タバコ吸うかい？待ってる間一服したらどうだい？灰皿はそこにあるからどうぞ。レストランの中で吸っていいの？ここがレストランに見えるかい、お嬢さん。じゃあ、そうね、いい考えだわ。一本吸いながら待たせてもらうわ。吸います。ふう、癒されますね。なんか下に誰かいるな。はい、ということで今回はここで一旦区切りたいと思います。何らかの儀式をしたことで変な世界に迷い込んでしまったみたいですね。なんかどこもかしこも鍵がかかってるのに、なんでこの人だけ料理作ってるんでしょうか。謎すぎる。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。